ブランドン・ブラウナーはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市パコイマ地区出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションはコーナーバック。高校時代はコーナーバックだけでなくワイドレシーバーとしても起用された。また陸上競技の総高飛びで6フィート2インチの高校記録を樹立200メートルの選手でもあった。 オレゴン州立大学に進学した彼は2002年を練習生で過ごした後全試合に先発出場をするようになった。2003年にはフットボールライター協会スポーティングニュースよりフレッシュマンのオールアメリカンに選ばれた。またパシフィック10カンファレンスのセカンドチームにも選ばれた。この年録インターセプト43タックル6パスブロックにファンブルフォースの成績を残した。 2004年には相手校のエースレシーバーのマークにつき44タックル1サック9パスブロックを挙げて NFL ドラフトレポートからオールアメリカとオールカンファレンスに選ばれた2005年デンバーブロンコスとドラフト外フリーエージェントで契約を結んだインターセプト能力やトレーニングキャンプでのアグレッシブなプレーゴールラインディフェンスレッドゾーンでの守備で 首脳陣にアピールしたが、8月20日のサンフランシスコ、ーティナイナーズ戦で、左前腕を骨折、8月25日に故障者リスト入りした。2006年7月24日、ブロンコスからウェーバーされた。同年、CFL のカルガリー・スタンピーダーズと契約、2007年から2010年まで4、シーズンプレーした。2008年には、オールスターに選ばれる活躍を見せて、 チームのグレーカップ優勝に貢献した。2009年、2010年にもオールスターに選ばれている。68試合で206タックル、2サック、12インターセプトにタッチダウンを上げた。2008年には61タックル、2010年には5インターセプトを上げている。2011年、シアトルシーホークスと契約、全試合に先発出場した。 第5週のニューヨークジャイアンツ戦では、第49週版94ヤードのインターセプトリターン TD を上げて勝利に貢献した。第13週のフィラデルフィアイーグルス戦では、ビンス・ヤングからにインターセプトを上げた。2012年1月24日、カルロス・ロジャースの代役でプロボールに選ばれた。この年6インターセプトにリターン TD を上げた。2012年、 第2週のダラスカウボーイズ戦では4タックル、1インターセプト、1ファンブルフォースの活躍で勝利に貢献した。第9週のミネソタバイキングス戦では、第4級にインターセプトをダッシュした。運動能力強化薬物規定違反の疑いで、リチャード・シャーマンと共に、シーズン終盤の4試合の出場停止処分を受けた。シャーマンと共に、異議申し立てを行ったが、二人同時に出場停止と、 なると、プレーオフ争いをしているチームに、痛手となることから、12月4日ブラウナーは、異議申し立てを撤回し、処分を受けた。プレーオフより、チームに復帰している。なおシャーマンの処分は、取り消しとなった。2013年は8試合に出場した後、怪我のため欠場していたが、12月に、薬物規定違反により、1年間の出場停止処分を受け、 さらに無期限の出場停止処分を受けた。チームは第48回スーパーボール優勝を果たしたが、彼は大一番に出場できなかった。2014年3月14日、ニューイングランドペートリオッツと3連戦700万ドルの契約を結んだ。無期限出場停止処分からの復帰が認められたが、2014年は開幕から4試合の出場停止処分を受けた。ペートリオッツは、 第49回スーパーボールに出場、2年連続スーパーボール優勝を果たした。試合中、6フィート5インチの超新 WR、クリスマシューズに5フィート10インチのカイル・アリントンがミスマッチをつかれてロングゲインを許したことから、マシューズのカバーに自分が回ることを直訴、その後マシューズにキャッチを許さなかった。またシーホークスの最後のプレイでは、 当初リカルドロケットをマークしていたマルコム・バトラーをブロックするはずだったジャーメンインカースをスクリメージラインでブロックしバトラーのインターセプトにつなげた2015年3月12日ニューオーリンズ・セインツと3年契約を結んだしかしこのシーズンは低調なパフォーマンスに終わりシーズンで最も多くの反則を犯した選手となってしまった結局この年限りでセインツから放出された 2016年は、フルスのシーホークスと契約するも、プレシーズン第3週終了後に、リリースされた。2018年7月、ブラウナーは、元交際相手の女性宅に侵入し、ロレックスの時計を盗むなど強盗殺人未遂の罪で、起訴され、懲役8年の判決を受けた。ラインバッカー並みのサイズを持ち、フィジカルの強さを持った、コーナーバックである。 レシーバーとのコンタクトが認められているスクリメージラインから5ヤード以内の地点での激しいコンタクトを行っており、同地クライバルのサンフランシスコ4 9ナーズ QB アレックス・スミスからはイリーガルコンタクトの反則が取られるべきだと言われたこともある。ありがとうございます。